ココラコライフ。うん、こんな感じで。いいっすね。うん、こんなぐらいまで掘れば十分でしょう。ちょっと見て。これ全面に。イエーイ。全面に行くのか。ここはいいですよね。ここはとりあえず。全室。全室は、まあ、薄くでいいっすよ。うん。余ったらそこに置いといて、定期的に新しく入れてあげるみたいな感じで。交換しないとダメですね。ということで、こっち側も開放しますね。大変か？どうする？いや、石こっちにいっぱいあるんで大丈夫。ブロックはね、余ってますよ、ブロック。うん、ブロック大きいから、あ、石あるから、石あるから大丈夫。中の石使うわ。うん、そこに入れてくるんだ。うん、で、内側からこうやって石入っとけば彼らは持ち上げられないんで、ね、もうちょっと内側じゃないですか。あ、でもここ空いてますね。はい、そっち側からの方がいいですよ、その回収できるんでね。ねえ、せんの帰るぞ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 、帰るぞ。はいはい、ご飯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 。はい、よもぎはこっち、よもぎはこっち、よいしょ。はい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 、何してんの、帰るぞ。前室にいるやつなので、ほれ行け。ヤギのチーズもちょっと入ってます。ヤギのチーズ？すごいリッチでしょ。うん、リッチ。すごい。ね、家庭で出たゴミはこうやって皆さんで集めて。いいことです。あ、すごい。この会員さん、いろんなスキルを持ってるから、こういうちょっとしたところが、目の付けどころが違う。うわ、しかもこれ、これでそのまま洗えるんちゃうの、もしかして。うわ、すごい。すごい。すごすぎる。すご。すごい。11いるね。よしよし。はい。どうぞ。こいつらはもう3年目のおばちゃんクラスだから、多分性格も落ち着いてると思うよ。よし、次。じゃあここあるかな。まず最初に余計なものを全部どかし、余計なものをどかし、よし。ではあ、硬い硬い、よし。冬の間の糞の塊、こっちは全然臭くないですからね。こっち全然臭くないですからね。このサラサラの状態を3シーズン作れれば、この春の負担が減るということですね。うまくいってれば、藁を入れるだけで彼らがかき混ぜてくれる感じになるんですけど。はい、あ、はい、まあいいんじゃないですか。うん、よし、1枚でいいんですか。で、もうちょっと量があったら次のやつを入れてきますかね。よし、はいはいはい、この子動じない。よしと、なんか取り憑かれたようにそこ掘ってるやつがいいんですよね。これ開けてみたい、どうぞ。割っても大丈夫でしょ。なんか椅子でもある、開けられて割れた。あ、でも生々しいよ。どうだろう。お、さすがのひよこもちょっと引いてる。
食べた。黄身食べた。あ、何日か前だったのかな。どうだろう。でもちょっと固まってる。でも黄身固まってますね。やっぱり1ヶ月は経ってる感じ。マヨネーズみたいな感じ。なんか1ヶ月は経ってるってこと？うん、その食べる速度が遅いんで、そんなに言うて美味しいものじゃないんですよね。わかんない、食べる速度が。わかんない、そんな独特な匂いです。よかった、僕はなってなくてよかった。まあ、お酢いないんでね。あ、そっかそっか。いないんですか。いないいない。そう、お酢いるとね、蹴飛ばしてくるんですよね、背中ね。背中に回り込んで蹴飛ばしてくるんですよ、うちら。それはちょっとさすがにちっちゃい子たちも来る、このエコビレでは厳しいので。あ、骨もちょっと傷んでる、前より骨も傷んでるような頭だけじゃなくて、戻るタイミングちょっと分かんなくなっ、ねえ、分かんなくなっちゃったですね。このお姉ちゃんたちにもいじめられるようになっちゃったら、なかなか合流する場所なくなっちゃったね。まあね、こいつね、私なんかちょっと責任を感じてます。いや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 、わー、すごい、ありがとう、めっちゃ頑張った、やったー、おー、頑張ったね、よかったね。